をあんあん。おいしいおいしい。今日はベビーお好み焼きを作るよ。まずはキャベツを千切りにするよ。トン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 。切ったキャベツにラップをしてレンジでチンしたら、ツナ、かつお節、青のり、薄力粉、お水を加えてよく混ぜていくよ。混ぜ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 。フライパンにサラダ油をひいて生地をのせて焼いていくよ。焼き色がついたら裏返して、蓋をして蒸し焼きにしよう。よく火が通ったらベビーお好み焼きの出来上がり。さあ召し上がれ。大きなお口をあんあん。おいしい。今日は丸めないハンバーグを作るよ。まずは玉ねぎを切っていくよ。4分の1個をみじん切りにしていくよ。トン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 、トントントン。フライパンに合いびき肉、玉ねぎのみじん切りを入れて、お肉の色が変わるまでよく炒めるよ。ミックスベジタブルを入れて混ぜたら、ケチャップ、ウスターソースを加えてよく混ぜよう。別のフライパンで目玉焼きを作るよ。蒸し焼きにしてよく火を通してね。ご飯の上にさっき炒めたお肉と目玉焼きをのせたら、丸めないハンバーグの出来上がり。さあ召し上がれ。今日はお花の飾り巻き寿司を作るよ。ご飯に赤じそのふりかけを加えて切るように混ぜていくよ。混ぜ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 。巻き巣の上に海苔を置いてゆかりご飯をのせたら、
くるっと巻いていくよ。くるくる、ぎゅっぎゅっぎゅっ。同じものを5本作ったら、チーズかまぼこを芯にしてのり巻きで囲んでいくよ。細く切ったのりでぐるっと留めるよ。今度は白いご飯をのせて、さっき作った巻き寿司を巻いていくよ。くるっくるっくるっ。しばらくなじませて、食べやすい大きさにカットしたら、お花の飾り巻き寿司の出来上がり。さあ召し上がれ。大きなお口をあんあん、おいしいおいしい、おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しい。大きなお口をあんあん、おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しい。おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しいな。今日は野菜ラーメンを作るよ。生中華麺を食べやすいようにカットして、沸騰したお湯に麺を入れて茹でるよ。次にキャベツを短冊切りにして、人参も短冊切り、長ネギは小口切りにするよ。お鍋にごま油、豚肉、キャベツ、人参を入れて炒めるよ。かつおだしを加えて、沸騰したら弱火で5分煮るよ。ネギ、コーン、鶏ガラスープの素、お醤油を入れたらさっと煮て、茹でた麺の上に具とスープ、焼き海苔を乗せたら野菜ラーメンの出来上がり。さあ召し上がれ。大きなお口をあんあん、おいしいおいしい、おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しい。大きなお口をあんあん、おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しい。おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しいな。今日はヨーグルトスコーンを作るよ。まずは目の細かいザルで薄力粉、ベーキングパウダー、砂糖をふるうよ。タンタンタン、タンタンタン。ふるった粉をよく混ぜたら、プレーンヨーグルト、サラダ油を加えて混ぜていくよ。混ぜ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 。手でこねてまとめていくよ。よいしょよいしょ。まとめた生地を半分にして、2センチくらいの厚さにしたら、包丁で6等分にカットするよ。180度に予熱したオーブンで15分くらい焼いたら、ヨーグルトスコーンの出来上がり。
出来上がり。さあ召し上がれ。